はい、それではとっても可愛らしい、ラブストーリーをテーマにしたマジックをお届けしましょう。こちらのカード、こちらからお好きなカードを2枚選んでいただきますが、カメラの向こうですから、直接選べません。私の方からこういった形のヒンズシャッフルというカットをします。例えばここですとスペードのキング、そしてここですとジョーカー、こういった形で好きなところでカードがストップできますので、私の方で、このシーズンシャッフルしますので、好きなところでストップって言ってみてください。じゃあまず1枚目のカードを選んでください。どうぞ好きなところでストップと言ってください。ストップ。あ、ここでよろしいですか。はい。1枚目がこちらのカードですね。ハートの9です。2枚を追いますので、忘れてしまう可能性があります。こちらの方でシールをしました。これがですね、右がミニーちゃん、ミニーマウス、左がミッキーマウス、ディズニーキャラクターのおなじみのシールです。で、赤いこのハートの球には、じゃあこのミニーちゃんのねシールを、こちらのシール真ん中辺に貼りましょう。よろしいですか。こちらがミッキーちゃん、こちら今貼り付けましたのがミニーちゃんです。よく見てください。見えますか。はい、こちらがミニーちゃんのカードになります。じゃあミニーちゃんはこちらのところへねちょっと置いておきましょう。で、あとはミッキーちゃんがありますので、もう一枚、ストップ言ってみてください。よろしいですか。はい、ではシャッフルしましょう。どうぞ好きなところでストップと言ってみてください。はい、ストップ、ここにしましょうね。はい、このカードはスペードのクイーンです。このスペードのクイーンにはこちらのミッキーマウス、ミッキーマウスをこの顔あたりにね貼り付けましょうか。はい、大きなシールですけど絵がありますからね、ちょっと見にくいかもしれません。スペードのクイーンにはミッキーマウスのシールをつけました。よろしいですか。はい、ではミッキーマウス、こちらをこちらのところにね置いておきましょう。で、こちらがミニーちゃん、でこちらがミッキーです。こちらの方のその他のカード、こちらのカードがありますので、このカードにこのミニーちゃんとミッキーカードを戻します。よろしいですか。ミニーちゃんはこの辺に、そしてミッキーはこの辺にしましょうか。二人はちょっと、ね、遠いところに入れました。よろしいですか。はい、さあそして、まあ、大体半分ぐらいね、カットします。そうしますと、このデッキの中に、ミッキーとミニーは入ってますが、どこに入ってるかわかりません。ここでおまじないをかけます。よく見ててください。はい。そうしますと、ここです。ここです。見えますか？はい、よく見ましょう。はい、これですね。これはミッキーマウスです。さあ、そしてもう一回おまじないを書きますよ。そうしますと、はい、ここです。なんと、ミニーマウス、ミニーちゃんが一人で出てきました。わかりますか。あとこのデッキの中には素敵なミッキーマウスが入ってるんです。ただここからミニーちゃんには遠いですね。ここでもう一つのミラクルをお見せしましょう。よろしいですか。よくこのミニーちゃんを見ててください。ちょっと変化があったのわかりますか。いやいやいや、ハートの球何も変わってないよ。いや違います。このハートの球、ミニーちゃんのところにはもうとっくにミッキーマウスが届いてます。どういうことかと言いますと、こちらにはミッキーマウスのスペードのクイーン、
がありません。どういうことでしょう。それはこのミニーちゃんの裏にミッキーマウスがいるんです。二人は仲良しなので一枚のカードになってしまいました。メレンチックなマジックでした。